赤ちゃんの時からカネボウ聞いた。ますね、こっちの方逆の方はもう完全に潰れてました。よいしょ。こっち側ね、こっちが陽で、こっち側が和の方なのかな。それで和の方が耐久的にダメなのかとか思ったり。よいしょ、よいしょ。あんま関係ない、急やなこれ階段。おお、すげえ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 。これはなんだ。お酒かな。へえ、ここを眺めながら飲んだんですね。いいな。あら、このとこ落書きしちゃって。ダメじゃないですか。ほう、すごくあった。でも下がちょっとね、抜け落ちてるんで、あ、抜け落ちてたんで、こう言って。1924年の毎日年間っていう。最初落ちた。世界における。ユダヤ人って書いてます。ヨーロッパ、うちロシアとか、オーストリア、ハンガリー、ドイツ、当時の人口とかが分かるんですよね。ここなんて読むの、 ロシアって読むか。内閣レーニン、いてますレーニン、レーニン、カメーニフ、ルイコフ、ツルーガ、チュバン。もうあれですもんね、革命を起こしてて、もう完全にソ連っていう時代だったでしょうかね、もうこの時は。どうなんでしょうね、まだ戦ったの、うちロシアと。シベリア出兵とか行ってましたもんね、日本って当時。社会主義が広がらないように、もう攻め込んだりしましたから。ソ連もちゃんと完成しなかったの。これ当時のやつ見てても面白いですよね。もうなんか100年前ですよね、ほぼ100年前のやつがあります。で、カゴルなんて書いてます。ラジオ夏季講習って言われるのが逆で、婦人家庭点々ってやつ、東京放送局。これは逆ですね、もちろん。ラジオって言ってたらいいっす。全然言おうかな。この辺すごいな、ちゃんと残ってるやん。緊張やな。おっ、これが英語講座って左から読みます。英語読めないです。僕もし英語苦手なんで読みます。
さんっていう方が書いた去りゆくっていうの道境ゆくか境ゆく第2回なんちゃら今度講談社今をつぶるとその昭和7年のやつがあるでいいことかあと服も衣類も結構置いてますねこの辺、うん、女性物の衣類が多いのかな冬噛まれたらあ噛まれたら関西弁かさらに日本用語ここにずらーってね置いてあったんでしょうね。地震とかね、当時関東大震災とか、あとは太平洋戦争のうちの大空襲を免れて今もあるってのが本当に貴重ですよね。かれこれ100年前の建物がこうやってまだ残留物を残してあるというのはこれすごいねえ関わらんかったね。ちょっと怖いな。こっち行こう。どこでこっちは飲んないか。ここ寝室だったのか。ベッドらしきものがありますね。窓が素晴らしい。お、なんじゃこれ。ここは置物？へえ。当時の陸軍人さん。